女の子とペットの物語、ドラえもん君とペットの物語最終回ハージもあるよ。ついに2週目。前回、無事男の子編のエンディングを迎えましたが、まだ女の子でしか入手できないカードがあるので、それを回収して物語を完結させましょう。それでは前回セーブしたデータを、続きからで選択し女の子でスタート。女の子の名前はデフォルトのアスカちゃんでいきます。今回女の子を選ぶことで、主人公が変わるだけでなく、ペットも犬になり、デフォルトネームはムックです。なんかジャイアンチの飼い犬みたいな名前だ。そして順ではなく、ムックとの長い1年の生活の日々が流れます。その間に周回プレイの解説。まず男女の違い。女の子は以前説明したように僧侶系に成長、そしてペットが犬になるので、ストーリーもちょっとだけ違います。そして違うのはストーリーだけでなく、宝箱から入手できるものの違い、おもちゃ屋の品揃え、入手できるカードの違い、そしてカード枠の色も違います。色も違うんだ？そう、でも色が違うだけで意味に違いはなく、今まで入手したカードも色が変わりますが、あ、ここの1枚絵も変わります。これは男女4人分全員差分があります。はい、丁寧。で、カードの色枠は変わるけど、周回するたびに男女の違いだけで判断しているので、あんまり気にしなくて大丈夫。そして最後にラストダンジョンが少しだけ変わって、巨大戦艦ってスタート直後すぐ階段登ったけど、あれは戦艦の左側を探索していて、女の子だとあそこは登れず右側を攻略することになります。ですがほぼシンメトリーなので違いはあんまりないって思ってくれて大丈夫です。ってな感じが男女の違い。次に周回プレイで引き継げるもの。これは非常に少なく、プレイ時間とカードアルバムだけです。なのでレベル、経験値、宝石、アイテム装備などは一切引き継げないため、前回シンジケートボスなどを倒して、経験値を大量に獲得していましたが、全く意味がないんですね。何のための経験値と宝石だったんだ。まあ強いて言うなら、あれでドラがレベル37になればタンマゴッチのカードがもらえるぐらいで、全く意味がない。ってことはないけど、宝石だけはマジで意味ないっすね。エポックあのさ、てなわけで引き継ぎに関しては以上だが、実はもう一個だけ引き継ぎの要素があるんだけど、それはこの後わかることになりますぜ。ではここらから本編に戻り、ストーリーをダイジェストで紹介していこう。ムックとの生活が1年続き、ある日ムックがいたずらしたからとママが怒ったので、お前は拾ったやつを渡したのよ、行くときの。と、男の子と同じ理由でムックが家で、そして後にアニマリアン星人によって誘拐されるのであった。ってな感じで自由行動開始、この時点で犬のカードが手に入ります。先ほど言っていたように、女の子なのでピンク枠になりますね。で、ここからのストーリーはほぼ一緒で、まあなんやかんやあってジャングル星へ赴くアスカちゃんとドラメンバー。で、そこにあった研究所にいたエイプを複製、そしてカードを入手するんですが、別にカードが2枚になるわけでもなく、一部のボスは強制的にまた落とすだけです。そう、一部、ね。ん？どういうこと？カードを絶対に落とすボスって、隠しボスもいましたよね？これは今エイプ攻略後、足に水の入っている宝箱の前にいるのだが。あれ？宝箱開いちゃってるね？そう、実は周回前のデータで足に水を倒してしまうと、その後の周回プレイでは足に水を倒すことができません。なんで？これどうやら足に水の出現条件が、三つ目のハンドルを下ろす、だけではなく、カードの有無も出現条件に入っているらしく、一周目で足に水を撃破してしまうと、二周目以降では倒すことができなくなってしまうんですね。じゃあ足に水が落としてた勇気の印とかはどうなっちゃうの？二度と取ることができなくなります。なんで周回プレイの方が不利なんだよ。ちなみにこれ足に水に限った話ではなく、宝箱に入っている隠しボスすべてに該当するので、モケモケ、謎の卵、ラムーも一周目でカードを入手していると宝箱になります。つまり、体力バッチ、奇跡のお守りも2周目では入手することができないんですね。ほんまええ加減にせよエポック。なのでもし2周以上このゲームをする場合、どの周回でアイテムが欲しいかを考え、事前に計画して隠しボスを倒さないといけませんね。普通に1回倒しても復活するようにしてよ。ただ、ウプ主は試していないからわからないけど、もし通信でカードを渡して失えば復活するのか？その辺はまだ疑問が残るところだから、もしゲームと本体2台持ちの喫水のドラファンがいたら試してみてください。そんな奴いるわけがねえ。あれ？でも今思ったけど、隠しボスって全員宝箱にいるわけじゃないよね？そう、実は子供に話しかけることで出現するガオーだけは別で、この周回プレイでも倒すことが可能なんですが、なぜガオーだけ倒せるのか？それはこの後知ることになりますぜ。何かあるのか？ってなわけで本編に戻り、デザード星へ行ったら一旦のび太の町へ戻ります。そしたらあっちにいるおじいさんに話しかけて、男の子では売っていなかった、主人公女の子1と3を購入。これは主人公が女の子なら最初から売っていますが、宝石がなかったのでこのタイミングで購入。そしたらこの流れでデザード星のリザードも複製し、サバンナ星にどこでもドアを置いたら、このまままたのび太の町に戻ります。
そしたら今度は主人公女の子にトヨンを発売するようになるので再度購入。この流れで今度はサバンナ製のジーグルを複製し、ここでやっと先ほどのガオの話。僕の父ちゃんは天然山の頂上で修行してるでしゅ。世界一の武闘家を目指しているでしゅ。と、これでガオが出現するので、いつも通り複製。どんどん複製されるな。でもなんでこのガオだけは2周目以降も倒せるんだろうね。それはここでパート5の動画を思い出してほしい。パート 5? なんかあったっけ？それは天然山で迷子を救出した後のこと。あ、まだ外が出られたんだ。よくあるね。運気に立つのおかげだぜ。これで運気に伝わる一体を切り上げる。いいね。カードは全部で200万円。元のものでいうカードをもらうにはテレンダが必要だ。って言うんだよ。テレンダ。じゃあね、ありがとう。という謎の言い伝えを残して消えるのであった。いや、まだか意味がわからん。この言い伝えは一体何なのか？それはいずれわかる。わかるかもしれない。今はよくわからないが、この動画ではカード収集の予定があるので、いずれ出るであろう試練を待つことにしましょう。はい、その試練っていうのが今なんですね。え？試練ってガオのことなの？それなら男の子でも倒したでしょ？いや、男の子じゃダメなのだ。なぜなら、ガオを討伐後再度息子に声をかけるとだな。お姉ちゃんが父ちゃんを倒したべきか。驚いたでしょ、僕お姉ちゃんのファンになったでしょ。僕の宝物あげるでしょ。というわけで坊やの宝物、ムード盛り上げ楽団をゲットである。つまりこの言い伝え、男の子で聞いても全く意味はなく、女で力を示せっていう言い伝えなんですね。いやだったら迷子男に配置すんなよ。言い伝え紛らわしすぎんだろ。っていうかこれ言い伝えでもねえだろ。ただ子供からカード巻き上げただけでん。いやほんとその通りなんだよね。中途半端にメタ発言してるのに、入手方法は言い伝えという謎仕様で、しかも肝心の入手方法が子供から巻き上げるという、言い伝えでもなんでもない、ただのファンからのプレゼントなのである。ほんま適当すぎるやろこのゲーム。しかもこれが男の子でも言い伝えが聞けるくせに意味がないっていうね。ほんと変なゲームなのよね。ただただプレイヤーが混乱するだけだわ混乱。ってなわけでいろいろあったが、なんやかんやあってこれで199枚。残りの1枚はどこにあるかというと、話は一気に飛んでアニマリアン城。そう、ムックの人間バージョンですね。ちなみにここまでのストーリーは、主人公が女の子だけにセリフ回しが微妙に違うだけで、ほぼ変化がないって思ってもらって大丈夫です。ってなわけで囚われのムックとロップンぶりの再会です。短い。なおここからは結構ストーリーや感情表現が違っていて、久しぶりの再会、ムックが立って喋っているので驚き、耳のリングについて尋ねると、そうだよ将軍がくれたんだいい人なんだからと、順のようにメスの場合は王様からリングをもらいますが、オスの犬には興味がないのか、王ではなくパンシャル将軍が渡したみたいですね。あのタヌキ野郎完全に横島な心があったんじゃねえか。そう、そして違うのは感情表現もあり、ここ順の時はトールとカップルみたいに血は喧嘩をするんですが、ムックは大人びているのでそんなことになりません。なのですぐ謝ってお互いの誤解が解けましたね。むしろ順の友情というか愛情が異常に強かったよなあっちは。うむ、まあムックもそれっぽい反応は見せるのだが、純ほど情熱的ではないんだな。ってな感じに、この後の展開はしばらく同じで主人公とのび太が捕まるんですが、ムックが王様に直談判する時からまた少し展開が違っていて。王様待ってください。ムック。ここ純の時は王が返事していましたが、ムックの場合パンシャルさんになりますね。ザクー王あのさ、そしてこの後直談判中、純の時はトールと私は仲良し。っていうと楽王が君は騙されているんだよ順と順の肩を持つようなセリフを言うんですがムックが同じことを言うと君の言うことを信用しろって言うのかムックとオスの言うことには聞く耳を持ちませんこいつ女に甘すぎやろなのでこの後の会話順の時は楽王が君はここにいた方が幸せなんだ君はとっても綺麗だしずっと僕のそばにいていいからと言いますがムックに対しては不愉快だよと一蹴しますこいつマジでムカつくなゆえにムックの言葉は一切聞かず順の時は順を騙す極悪人どもめこいつらをやっつけてやると言って兵士を差し向けますがムックの時は僕に命令するな生意気なムックめお前の友達なんかやっつけてやるとムックが動物じゃなかったら一緒に倒されそうな勢いで襲ってきますほんま女尊男卑すぎて草ってなわけでこの後いつも通り犬兵士を倒すまでは一緒だがムックは飼い主に対しての感情がだいぶ違うので見てみましょうボグはアスカちゃんに拾われましたアスカちゃんは僕をとても大事にしてくれたんですムック僕にとってアスカちゃんは、友達でお姉さんでお母さん代わりでもあるんだ。僕はアスカちゃんが大切だよ。これって友情だよね。もちろんよムック。私もあなたが大切だよ。と、ジュンの時は私トール大好き、という愛に近い感情表現だが、ムックの場合は友達であり姉であり母であるという、いろんな感情が入り混じっているんですね。ジュンの時ほど愛、ってわけじゃないんだね。そう、ムックの方がより近親者に近しい感情表現なんだな。という感じにこの後も同じような展開が続き、実は楽王が、なぜこんなにムックに対して冷たいのかその理由がわかります。楽王がみんなどうしてそんなこと言うの？っていう言葉に対してパンシャルさんが言葉をかけようとすると、うるさい何も言うな、どうせパンシャルもムックの味方をするんだろ。味方というわけではありませんが、嘘だ。
ムックが来てから仲良しじゃないか。僕よりムックの方が好きなんだろ。とどうやら落王の勝手な嫉妬がムックに冷たい理由だったんですね。そんな理由でうちら襲われたの。いい加減にせよこいつ。落王はムックとパンシャルさんにやきもちを焼いてるんじゃないの？いやー僕もそう思うね。なんだよパンシャルさんのことが好きなのか。いじられまくってて草。黙れ地球人め。わあみんなダメだよ王様を怒らせちゃ。お前らなんかみんな。僕のイケマゲン。王様。と、和解することなく王様をいじり倒すドラメンバーなのであった。本末さ入る。ただこのいじりはこの後も続いて、店長とボスがパンシャルさんを誘拐するところまでは一緒なんですが、いざタケコプターで空を飛ぶとき。待ってくれ、大丈夫なのかこんなもので。大丈夫だよ信用して。でも。もうグズグズしてるとムックがパンシャルさんを助けちゃうよ。そしたらパンシャルさんだってムックのこと好きになっちゃうかも。それは困る。よし行こう。ちょろいなこいつ。ってなわけで、男の子編では順は置いていきましたが、女の子編ではムックは一緒についていきます。ただタケコプターのグラがないのか、飛ぶ瞬間だけ伸びたと入れ替わりましたね。さ、というわけで男の子と少し違う感じで巨大戦艦に乗り込むのであった。女の子編だとだいぶ王様がいじられてるのね。そして男の子編ではわからなかった。王がパンシャルさんに対して恋心を抱いているのが明確になるんだな。ちなみにムックはついてはくるけど、ラスボスまで姿すら登場しないし喋りもしないので空気です。なので今ここにもいませんね。ついてくる意味。ってなわけでここから巨大戦艦編が始まるんですが、この時点で全200枚のカードが得られるので、動画的にはここで攻略完了となります。ついに200枚達成ね。なのでこのままエンディングに行ってもいいんですが、せっかくなのでこのまま、女の子編のストーリーの違いを見てから感想へと移りましょう。お願いします。まずはパンシャルさん救出ですね。先ほどの後ろでの出来事があったので少しだけセリフ回しが違います。男の子の時は、僕はパンシャルがいなきゃ何もできないんだものというと、いいえ楽王。あなたはこうして私を救ってくれました。こんな立派に成長をなさっていたとは気づきませんでしたよ。本当に僕成長したかな。かっこよかったわ。本当ですよ楽王様それから助けてくれてありがとうございます。とても嬉しいです。本当はちょっと怖かったんだけどさ。でも頑張ったじゃないか。というセリフになりますが、女の子だと微妙に違います。同様に、僕はパンシャルがいなきゃ何もできないんだものというと、そんな風に思っていてくださったなんて楽王ありがとうございます。いつの間にか立派に成長なさっていたのですね。嫌だなパンシャルそんな言い方恥ずかしいよ。照れてるのね。でも本当に頑張ったよね楽王。と、セリフがだいぶカットされており、男の子の時は王として感謝していた。女の子だと王の恋心に、そんな風に思ってくれてありがとう。そんな風な返しをするんですね。やっぱり女の子編だと楽王とパンシャルの恋に触れられるのね。純のラブラブ具合がなくなった分ここで補填されているのかもしれないな。ってなわけでパンシャル救出後、店長とボスへ殴り込みに行くシーン。ここ男の子の時は前列に伸びた、後ろにジャイアンがいたんですが、人数制限あるのか？伸びたの位置がムックになり、後列が伸びたになります。そしてムックがここで初めて発言していましたね。あと地味にですがドラえもんのセリフの時の表情が違いますね。女の子も表情が優しいです。なんなんやこの微妙な違い。ってなわけで最後の店長戦ですが、スネ夫の意地悪。瞬殺。ひでえバグだ。ってなわけで戦闘終了後、本来は BGM がないんですが、意地悪で店長が消し飛び、誰もレベルアップしなかったので、そのまま戦闘終了後の BGM が残ってしまっています。さ、そしてここからもまた微妙な違いがあり、楽王がここは僕とパンシャルに任せていけ、というと、そうさせてもらおうアスカちゃん。と、ムックのセリフが入ります。そしてこのままラスボス前のセリフは一切変わらずバトルスタート。それではラストバトルです。ちょっと BGM が普通のボスで寂しいので、このゲームドラクエネタこすりまくってるから、同じゲームボーイカラーのドラクエ3勇者の挑戦でも入れておきましょう。このゲーム今更だけど個人的にあんま BGM 好きじゃないんだよね。ちょっと高音が激しい感じがあるしね。ではこの勇者の BGM に恥じないバトルをし、では悪魔らしくいくぞ。え？マラ、ウト、ホーテ、ラヘ。ワタナヘイナ、モテク、リザン、マザオ。自動の極みじゃねえか。結局主人公がどうであれスネ夫がいればなんだっていいんですね。ほんまスネ夫バグってんな。てなわけでラスボス撃破後、最後ウトパンシャルさんが店長を投げ出してこっちへ来るんですが、女の子編だと来ることがないので会話もなく、ムックが代弁してくれます。ムック賢くなりすぎじゃね？てなわけでここからの流れはほぼ一緒。リングを返してでも地球に帰りたいムック。そして楽王は帰りたかったらみんな帰りな。これでいいんだよなパンシャル。の後が違って、男の子の場合、はい楽王様お詐欺しようでしたら私がおります。ずっと楽王様のおそばにいますよ。ですが、女の子だと、これでいいんだよなパンシャル。はい楽王様まさに王としてふさわしい行いでした。私は楽王様を見直しましたよ。出てるな。と、やっぱり恋愛感情的なものが少し見えるんだな。何気セリフ回し変えているのね。
そしてここからもちょいちょい違います。まず最初のところにムックとパンシャルの会話が入り。君たちのこと忘れないよパンシャル。私もだ、あなたと私は大切な誰かに仕えているという点でよく似た者同士だったからな。同感だよ。と、実はムックとパンシャルが仲が良いのは似た者同士の共感だったからだという。そしてここからはいつも通りなぜか王に説教をさせられて、最後にリングをわざと取り上げなかった王様の会話からまたちょっと変化。いや忘れたんじゃない。楽王は君たちがちゃんと挨拶するチャンスをくれたんだ。へえ、そんな気を回してくれるなんて。私の王様だからな。と、男の子の時はのび太の言葉に共感するパンシャルだったが、自分から私の王様だからな。とちょっとパンシャルもまんざらでもないみたいな、そんな言い回しになっていますね。これもオラクオーとパンシャルの物語だろ。ってな感じに二人のラブストーリーは終幕、ここでお別れするのだが、お別れなのはこちらの二人もですね。さてと、家に帰る前にリングを取らなくちゃね。あ、うん、少しの間だけどアスカちゃんと話せて嬉しかった。普通の犬に戻っても仲良くしてくれるね。当たり前じゃない。ありがとう、このリングアスカちゃんが外してくれるかい。え、でもアスカちゃんに外してほしいんだ。うん、わかった。アスカちゃんずっと友達だからね。あ、ムック、ワンズ、ムック大好きだよ、私の大切な友達。と、女の子編では恋愛感情ではなく、より友情感が強くなっていますね。そしてこの後の展開は結構異なり、男の子編では野球の試合の責任を問われ、追いかけられるのび太だったが、ちょっとママの機会に比べだよ、家で待ってていいから。ワンズ、すぐ戻るからね。ああ、また0点取っちゃった。ワンズ、君もしかしてムック？なんちゃってそんなわけ。ワンズワンズ、え、本当にムックなのかい？うわ、元気そうだね。ワンズ、を探してたんだぜのび太。あっちゃいあん、どうしたの？これから新曲発表会をやるんだ。お前も来いよ。ええー。あ、あの、でもその。なんだよ、俺の歌を聴きたくねえって言うのかよ。そうじゃないけど。あ、あ、そうだ、そこにムックがいるよ、ジャイアン。どこにだよ。あ、あれ？いないじゃないかよ。こら、いいから来い。うわぁ。はい、というわけで今度こそドラえもん君とペットの物語完全クリアである。それでは恒例の感想した感想ですが、全体的には良作だと思います。おお、いろいろ言ってたけど良作認定なのね。うむ、それではまずこのゲームの良い点を挙げると、少し惜しい点はありますがストーリーが良いですね。ドラ映画の王道とも言える感じで、ペットとの友情を描きながら悪を倒す、大魔教やワンニャン時空伝に似たところがあります。特に最後のリングをあなたが外してほしい、のシーンは、ちょっとうるっとくる場面でしたね。そしてストーリーだけでなく、キャラゲーとしてもこのゲームは高評価だと思います。まずはキャラごとに差別した能力、ドラは秘密道具、のび太は射撃など、そしてステータスも各自の特徴に合わせたような伸び方をしていき、差別化しようとしている。特にのび太のステータスは低くて弱いけど、射撃の特技と友情のおかげですごく強い。このコンセプトはいろんなドラゲーをやってきたウプ主の中で一番良いな、って思えるほどでした。そして友情技も非常に豊富ですよね。主人公男女でセリフや能力を分けるだけじゃなく、掛け合いのセリフも原作から引っ張ってきている部分が多くて、ちょっとセリフ的に友情なのか怪しい部分もありましたが、かなりマニアックなネタを入れており、制作者側の愛が伝わってきます。グラフィックも良好で、各自の顔やアイコンは特徴を捉え、各主人公とペットの差分の絵もあるし、カードだけとはいえ200近いグラフィックを用意。攻撃も歌やバイオリン、友情技によってはフローケを投げるとかユニークな演出、そういう点でも原作愛が感じられますね。そしてこの愛は他にも随所で見られ、例えば敵キャラは一部拡大長編のものだったり、みんなのお母さん、ジャイコの登場、カードだけであるが主要なサブキャラクター、大量の秘密道具もありましたね。他にもギガゾンビから続投で、セレクトを押すとドラえもんがヒントを教えてくれたり、キャラゲーとしてはかなり満足のいく内容なのにもかかわらず、ゲームとしてもそこそこの難易度であり、適当に進めばやられるし、ゲームが苦手な人用に難易度、優しいも用意されている。そしてドラゲーでは珍しく周回要素があり、男女ともにストーリーを楽しめるだけでなく、カード集めも一つのゲームで完結できるようになっていますね。といった感じに、良い点はストーリーやキャラゲー部分に集約しているところが多いです。ですがこのゲームは良いところばかりかというとそうでもないです。まず個人的に一番気がかりなのが BGM。ウプ主は音楽に詳しいわけじゃないですけど、なんか聞いている感じ高音が多くて頭が痛くなるし、ミニゲームやサバンナ星なんて5秒で BGM がループするから、
特にミニゲームは数時間も、数秒でループする BGM を延々と聞かされるのがほんと辛かったです。それによしあし以前に、ラスボスの BGM がその辺のボスと同じなのも悲しいですね。ただ全部の BGM が悪いかっていうとそうでもなくて、例えばリングを外す時の BGM とかは個人的に好きでした。という感じに BGM がかなり気がかりでしたが、悪い点は他にもあります。まずはテンポが全体的に悪いですね。ゲーム開始してから本格的に冒険が始まるまで20分以上かかるし、戦闘のテンポも掛け合いが毎回入るので、最初は楽しいんですが、途中から数百回と見る羽目になるのでただただテンポが悪い。のび太も特技は強いんですがエフェクト長くテンポが悪いので、エフェクト、掛け声オフの設定が欲しかったです。次にストーリーに関して言うと、バックボーンが弱いですね。まず店長とボスが地球の動物を誘拐するなら、なんでペットとか目立つものを取るのか、もっと宇宙的な技術を駆使して、クモの王国の天井人みたいに根こそぎ動物を取ればいいのに、この辺がよくわからないし、ボスも突然最後に出てくるので唐突感がありすぎる。ラクー王とパンシャルに関してもそうで、最後の後ろでボンッと出てきたから、特にラクー王はひどい、自分の倫理観を押し付けて誘拐、解放、宣戦布告と、理由はどうであれやっていることはペット泥棒と一切変わらないのになんかあやふやにされている感がある。それにパンシャルとの関係も普通の従者ってわけではなさそうだけど、幼い頃から一緒に育ってとかそういう描写が一切ないから、お前らなんやねんって感じが強い。それにアニマリアン性の意味もよくわからなくて、まずジャングル性の刑務所にスネオとジャイアン以外誰も囚人がいない。サバンナ性の研究所もだだっ広いだけで誰もいないし、ペットたちに規制をつけると言っているが、リングをつけるだけならあの星に行く必要ないし、リングをつけるために何か必要ならそこの説明もするべき。他にもちょいちょい疑問に思う部分はあるが、全体的に容量不足か何かわからないけど、バックボーンや説明不足が多くて、ちょっと突っ込みどころや唐突感が多いシナリオでしたね。という感じにストーリーは以上。次はミニゲームですね。カードの収集のためとはいえ単純に面白くない。面白くないだけならともかく、すべてのゲームを理解した上でクリアしても、カード収集のためには、ストレートに言っても5時間近くミニゲームをやらないといけないわけで、もはやクリアタイムの4割近くがミニゲームに割かれている始末である。しかもカルトクイズに関しては1問間違っていて、大長編ドラディアンナイトのクイズ、ジャイアントスネオが最初に入った絵本の答えが、最流記になっていましたが、正確には孫悟空なので違います。ほとんど似たようなもの、って言いたいけど、このクイズかなりマニアックなところついてくるし、似たような名前の選択肢で引っ掛けもしてくるんだから、これはミスとは寛容しがたいですね。そしてミスといえば文字を一部ミスってますね。のび太としずかちゃんの友情攻撃で、しずかちゃん太ってないんかないよ。地味ですがテキストをミスっているし、ブランド T シャツの防具説明欄も10ではなく実際は12なので間違っています。シャックルゲームを全問正解するとあれ 0% になるし、ちょっとテキストミスが多いですね。まあこういうミスは可愛いもんなんで別にいいんですが、ミスっているのはテキストだけではなく、内部のプログラミングミスも多いですよね。装備の防具の値は2倍になり、素早さは反映されない、運を上げると運が悪くなり、のび太とスネオの友情技は受けるダメージが1度だけ2倍になるバグがあり、一番痛いのはスネオの意地悪ですね。これはおそらく意図していないであろうミスで、ラスボスだろうが問答無用で葬れるので、完全にバランスブレーカーと化しています。ただこのミスはプレイヤー側で調整できるのでまだマシであり、装備バグも、今回武器防具その他と3つ装備できるのは主人公だけなので被害は小さい。まあ本来やっちゃいけないことなんですが、ゲームが崩壊するほどではなかったのが唯一の救いですね。という感じに大きな不満点は以上になります。あとは細かいところを言うと、脱出の弾、煙玉など普通の RPG にありそうな便利な道具が店売りされていない。塩化抑制の特技、アイテムが一切ない。アニマリアン製に行った後、ほとんどのプレイヤーが戻らないであろうハイランド製に戻らないと、最終装備のアクセが手に入らない。隠しボスを倒すと次の周回で倒せなくなるのが辛い。同じく周回要素がカード以外皆無なので、せめてドラミちゃんが戦闘に加わるとか、そういうお楽しみ要素が欲しかった。主人公の男女で格差が激しく、キャラ感の格差もかなり大きい。特にバフでバフが超強力ゆえに、物理で殴れゲーになってる。というのが細かい不満点です。総評すると、ストーリーは概ね良し、ドラえもんをリスペクトしたキャラゲー要素は完璧。ただし BGM 悪い、テンポ悪い、ストーリーが一部説明不足、ミニゲームがだるい、バランスブレーカーのバグあり、結局バフでバフを耐えて物理で殴れゲー、理解してなくても特技が物理を上回るのは難しい。そういう感じになりますね。もしウプ主がこのゲームを直すなら、まずは全体的に BGM 修正、テンポを上げる、
ストーリーの途中で店長やボス、ラクー王やパンシャルのバックボーン、さらわれたペットたちの心情の変化など、とにかく同時進行的に描いていく。要領的に厳しいならテキストだけでも、バイオハザードみたいに書類を入手して、細かい描写は設定資料集的に読ませればいい。そしてミニゲームはもっと簡潔に、同じゲームだとしてもカードの条件を緩やかにする。塩化抑制の特技、もしくはアイテムの創作、そして煙玉や脱出の玉の販売、その他装備の条件をわかりやすく、他にはキャラの格差を直すために、もっとロールを差別化する。例えば主人公男は足が速く火力高い、単体火力に優れるが HP 防御が低い。主人公女は回復は削除してバッファーに、このゲームで唯一のバッファーを彼女にする。そして単純回復ではなく、リジェネみたいな回復だけ持たせて差別化。そしてバフゲーにならないように、ボスにいてつく波動みたいな特技を持たせること。ドラは魔法キャラ、運のステータスを魔法攻撃力と魔法防御力にして、秘密道具を駆使して、唯一全体攻撃を持つキャラにする。火力は高くて強いが、使いすぎるとすぐ DP 切れになるので注意しようみたいな典型的な魔法使いタイプ。のび太は今のままでいいです。特技と友情を生かして戦ってほしい。ただし素早さだけは高すぎなので落としましょう。しずかちゃんは純粋ヒーラー、バフはなし。回復だけでいいです。バフをつけるにしても一人に一回だけ敵の攻撃を無効化するとか、防御よりのバフで主人公女を食わないようにする。ジャイアンは高耐久、高火力、でカバウもできる火力兼タンク、当然睨みつけや撃などは削除。足は遅いままでタンクよりが良い、歌は強いけど味方にも被害が広がるとか、そういうもろはの剣的な感じなら入れても良い、そうじゃなきゃドラを食うので削除か弱体か。最後にスネオはゲーム中唯一のデバッファー、敵の弱体に特化させる。デバフ後は役割がないと困るので少しだけ攻撃要素も持たせる。こういう感じにとにかく他人を食わないようにロールに特化させて、タンクやヒーラーがいなくてもある程度勝てるように調整、どんな組み合わせで戦っても勝てて楽しめるのが良いと思います。という感じで良い点、悪い点、改善点の総評でした。いろいろとあるけど、RPG としてはまだまだだけどキャラゲーとしては良い感じなんだね。うむ、この時代にはもうドラクエは7まで、FF は9まで出てるんだから、この辺をプレイして今の RPG がどういうバランスなのか研究して、ゲームボーイカラーの限界容量はあると思うけど、キャラゲーとしては概ね OK だから、もう少し RPG としての完成度を上げて欲しかったですね。とはいえ、全体的にドラゲーファン、そうでもないライトユーザーでも、普通に楽しめるゲームだと思うし、ミニゲームなんてやらなくても普通にクリアできるから、おすすめの RPG の一本となります。それでは最後に、このゲームを作ったディレクターのセリフが説明書に載っており、そのために私が2万円も出して、このゲームの箱説明書付きを買ったので存分に聞いてやってください。高すぎてくさ。最後に、ここ数年、ドラえもん RPG で遊びたい、という要望をよく聞きました。どのような形で RPG を作ればよいのか、大変悩みました。そして、やっとのことで完成したのがこのソフトです。昔、ドラえもんギガゾンビの逆襲という RPG が発売されていますが、今回はそのソフトのことを全く意識せず、新たな形で実現しました。完全なオリジナルストーリーです。君がドラえもんやのび太くんたちと一緒に冒険に行くための準備は完了しました。ぜひ、傍観者ではなく、冒険者としてゲームに参加してください。そして、再びペットに出会えた時、君の心に何かが芽生えるとしたら、制作者冥利に尽きる次第です。2001年某月、ディレクター、酒本。あれ?酒本って、そう、実はこのゲームの1年前、原作愛が超強いゲームで有名な、ドラえもんメモリーズのビタの思い出大冒険と、同じディレクターが作っているんですね。そっか。だからこんなにこのゲームキャラゲーとしての完成度が高かったのか。そう、エンディングもよく見てみると、クイズもこのディレクター酒本さんが作っているんだよね。そりゃあカルトクイズになるわけだ。この酒本さんが作るゲームはドラゲー愛がすごいってのが、改めて実感できたし、メモリーズの時より、より洗練されたゲームとして完成していましたね。では、長くなりましたが感想は以上になります。また次回他のドラゲーをやることがありましたらそちらでお会いしましょう。それでは今回もここまで見ていただき、ご視聴ありがとうございました。